はい、皆さんこんにちは、佐賀キャットしてございます。11時半です。今28分か。日経平均は435マイナスですね。ドル円はですね 139.442 例のですね、金利はね、これ私の見てるのは正確かどうかようわからんんですけど、どれや、どれや、これか、0.502 ってなってますね。これ9時14分。遅いやん、これ。まあ、これは今日の午後の発表で、ふにゃーっと変わるんでしょうけどね。で、その他ですね、香港はマイナス94とやや戻してきましたね。はい、原油高いまま 79.66、ドルウォンは1280と、まあこの辺でうにゃうにゃしようとしてるんでしょうかね。それかもっと戻そうとしてるんですかね、1270台まで。まあようわかりませんけども、行きましょう。産経新聞でございます。休戦70年、外交再始動した金正恩、米対中ロの冷戦最前線に、というタイトルでして、7月27日というのはですね、朝鮮戦争の休戦記念日みたいなことになってまして、27日で休戦協定が締結かな、休戦発効かな、なんかそんなんですね。ほぼ丸3年と1月、戦いまして、これについて北朝鮮は勝ったというふうにしてねまあいいんですけど、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、朝鮮戦争休戦協定締結70周年を迎えた27日に合わせ、ロシアや中国の代表団と平壌で対面し、約4年ぶりに外交活動を再開させた。ショイグロ国防相には自ら新型兵器を紹介する熱の入れ方で、ロ朝の密着を印象づけた。米ソ対立を背景に戦火に見舞われた朝鮮半島は今も米国と中ロの対立の前線であり続けている。まあそうなんかな。朝鮮半島は北朝鮮という特異な国があって、ですね、それに、こう日本をはじめ世界が手を焼いているというだけの状態ちゃうのかなと。対立の前線かなという気はしますけどね。キム氏は26日、ジョイグ氏を武器装備展示会に案内した。朝鮮中央通信が配信した写真には、新型大型弾道ミサイル ICBM などに加え、米国の無人機 MQ リーバーに似た兵器も並んでいた。キム氏が外国要人と会うのは2019年6月末にパンムンジョンでトランプ大統領同士と対面して以来とみられる。まあ以下続くんですけどもですね、この金正恩がですね、あんまりこいつなんて言いますかね、こう外交の表に出たがらないタイプなんですね。でこいつが外交の表に出るというのは必要な時なんですよ。もう必要に迫られてしゃあないっていう時にですね、南のムン・ジェインとも会いましたし、トランプとも会いました。で一回はですね、プーチンとも会ってますね、極東で。で 習近平とは本当は会いたくなかったんですけども、トランプと会談するにあたってですね、もう何回も何回も会いました。自分で会いに行きました。習近平が北に入ったことは一回もないんちゃいますかね。そういう行動を見てるとね、本来だから金正恩ってのはあんまり自分に自信がない人間なんですよ。人前に出てですね、こう人前っていうか、その自分よりもこう
いわゆるポジションの高いと見なされる、世界が見なしている、例えばトランプとかね、習近平とかって、本当は会いたくないんですよ。大山の体操で言いたいタイプだと、私は見ていますけども。で、ロシアからジョイグってやってきてですね、これにはですね、こう本来ならですね、適当にやっときたいんですけども、ですね、自ら自分が出てっていろいろやってるということでですね、なぜそうしてるかというと、必要があるからなんです。なぜ必要があるかというと、今ですね、北はですね、ロシアでもですね、中国でも日本でも欲しいんですよ。いろんなもんが足りないんですよ、あらゆるもんが。で、ロシアにはですね、確か弾薬を送ります。きっと代わりに燃料を、多分石油をもらってると思います。で、そういった関係をですね、もうちょっと深めたいというふうに考えてるはずですね、キム・ジョンウン。で、やっぱりね、ここ日本ともですね、水面下の交渉を始めたというふうに報道されていますけども、であとですね、中朝の国境を開いたというふうな報道もございます。開こうとしているという報道もございます。なぜか困ってるからです。困ってるんですよ、物がないんですよ。で、なぜ急にそうなったのかと言いますと、私はやっぱり去年ですね、ムンジェイン政権からですね、ユン・ソンニョル政権に変わったんですね。あれは、5月でしたか。で、約1年ちょいになるんですけど、これはですね、確認できない単なる私の想像なんですけども、ムンジェイン政権というのは北べったりで、なんとか北と仲良くしようとしていたんですね。で、本来こう北はですね、国連の制裁を受けてるんで、こういろんなものを送ってはいけない。ムン・ジェインは一貫してね、ヨーロッパに行ってもですね、国連制裁を解除しよう解除しようと言うて回ってたんですよ。もうほとんど無視されましたけどね、無視されてスルーされたんですけども、そう言うて回ってたんですよ。つまり国連制裁を解除して北に物を送りたかったんですね。でも国連制裁があるから表立って送れないわけです。じゃあどうしてたか、アンダーウルグラウンドでやったわけですよ。きっとね、セドリとかいろんなことやってるでしょ。あれかなりの部分韓国の政府系の組織が関わっていたんちゃうんかなという気がします。それがですね、こうなんていうか、ムン・ジェインがですね、いなくなって、もユン・ソンニョルになってからですね、多分そういう動きがなくなったんですね。当たり前ですけど、水面下で北を援助するということができなくなって、そうなるとですね、北は途端に困ってきたわけですね。困ってきたんでですね、中国に本当は援助してほしいんですけども、習近平はね、キム・ジョンウン嫌いなんですね。で、キム・ジョンウンの方からね、頭下げてお願いしますと、いいやね、しゃあないなって言ってくれるはずですけど、キム・ジョンウンそんなことしませんから、ふんとか言って言われてるわけですよ。だからですね、日本に声をかけたりですね、ロシアからの施設を艦隊したりしているというのが現状ではないかなと思います。だからね、ほっといたらいいんですよ、日本もしばらく。そうしたらもっともっと困りますから。まあそれでね、中国が援助するっていうのは仕方ないですけど、中国の場合はね、ただでは絶対援助しないんですよ。何か条件出すんですよ。いや、絶対核やるなよとか、多分今はそれ言うてると思うんですね。で、もっと欲しいんやったらもっと言うこと聞けというふうになるはずなんですね。無駄な援助はしない国、ケチな国ですからね、中国って、ね。なんで、だから金正恩としてはこれ以上中国の言うことは聞きたくないという気持ちがあるわけですね。それで焦り出しているということではないかなという気がします。まあね、ロシアはね、今ああいう状態ですんでですね、北に何かこう援助ができるかって、それはないんです。ないけどもですね、石油だけはあるんですよ。で、北はやっぱり石油が欲しいんですね。喉から手が出るほどですね、燃料は欲しいわけです。だからですね、ロシアとは仲良くしておこうということでしょうね。ただロシアもただで物をくれたりしてもしませんね。でもだから北から出せるものといったらですね、まあ多少の弾薬と、あとはね、前々から言われてますけども、人を出す可能性ありますね、部隊を。でもそれやってしまってバレたらですね、バレたらえらいことですね。なんでそれが最後の手段ですけど、最後はそれがあるんですよ。つまり北の軍がですね、ロシア軍に加わってですね、ウクライナで参加するということはですね、この先ないことではないですね。
ロシアはそれを要求する可能性があります。要求しているのかもわかりません。まあそれはわかりませんけども、今後の動きにですね、やっぱり注目しましょうよ。困った北はですね、日本と拉致問題交渉に応じるのか、それともロシアに軍隊を送るのか、習近平に頭を下げるのかっていう、この三択になってると思います。はい、一応この産経新聞の、あれを貼っておきますね。はい、ありがとうございました。